芸術の都だなんて、こんな時でなければみんなで散策したいんだけどね。浮かれすぎないで慎重に行こうね。の子たち、どこに連れて行かれちゃったんだろうね。あちこちの町を巡って手がかりを探していくしかないと思います。地道だけどそれが一番だよね。めんどくさい、もうやだ、歩きたくない。もうしっかりしなよ。最近ちょっとは前向きになったと思ったのに。キララ、ランプ、変な生き物がいじめる。変な生き物じゃないってば。いや、でもそこでランプたちに泣きつくだけ進歩なのかな。足疲れたし、喉渇いたし、お腹すいた。あの布団で眠りたい。よしよし、結構歩いたもんね。私もちょっと疲れてきちゃった。もうすぐ芸術の都に着きますから、そしたらそこでご飯にしましょう。芸術の都？はい、聖典をモチーフにした絵や彫刻が街中にあふれる華やかで美しい街なんですよ。それは行くのが楽しみだね。観光地としてとっても人気なんです。特にクリエメイトのキサラギ様がおかけになったスネコがマスコットとして大人気なんです。街のあちこちに描かれたり、建物の看板やお人形になったスネコはとってもとっても可愛いんですよ。スネコ？キサラギ？ですね、キサラギ様は高校の芸術科に通うクリエメイトでして、スネコとはご友人の友兼様が素描をスネコと読み間違えて、それをキサラギ様がイメージして生まれたものなんです。その後もたびたび聖典の中に登場するんですよ。そのキサラギ様らしいほんわかしたエピソードに芸術の都の人々も心を打たれて、街中に素朴な猫の姿が描かれるようになったと聞きます。やがては人形が作られるなど、この街の名物とも呼べる存在に。わかったわかった、芸術の都なんて結局おしゃれで陽キャ向けな街ってことよね。また私には似合わない場所。そんなことないと思うな。無理、キラキラした場所とか目がつぶれる。あ、でも芸術の都ならスケッチブックとかもいっぱい売ってるのかな。たくさんありますよ。うつつさんはどんなのが欲しいんですか？あ、私の好みとかはどうでもいいけど、ほら、その、この間もらったペン、無駄にすると悪いし、書くものあったら、ちょっとくらいは、その、このペン、使ってあげられるかもって。忘れて。私の画力とか、文章力じゃ、きっと、ゴミくずしかできないから。
私、うつつの書くものを見てみたいな。きっとゴミくすなんかじゃないよ。うつつにしか書けない素敵なものが書けるよ。私もそう思います。町に着いたら一緒にスケッチブックを買いに行きましょう。メディア様もきっと喜びますよ。うわっ、出た。町はもう目の前なのに。行くよみんな。街のこんな近くにうつかいが出るってことは、芸術の都に何かあったのかもしれません。急ぎましょう。この黒い猫、どっかで見たことあるような、だけどこんなんじゃなかったような。うん、出発しますよ。ここが芸術の都？なんか話に聞いてたのと違って、暗くてジメジメした街。うん、確かにあちこち絵や彫刻は飾られてるけど、なんだか悲しそうなものばっかりだね。違います、こんなの芸術の都じゃありません。クリエメイトの皆様の彫刻がこんな悲しそうな顔ばかりにされているなんて。あと、これ、この黒い猫がスネコ？なんか、怒ったり、悲しんだりしてる顔ばっかりだね。え？どうしてスネコがこんなことに？それに、この街の沈んだ空気は。なんか最初の街に似てるね。え？なんか暗いとことか
うつうつとした空気とか。ほら、私が普段まとってる空気に似てるじゃん。うつつのまとってる空気に似てるかはともかく、うつかいが何かしてるのかもね。きっと、そうに違いありません。とりあえず、街を回って、いろいろ調べてみよう。賛成。でも、その前にご飯にしよう。でないと私、お腹空きすぎて行き倒れる。わあ、それは大変です。腹が減っては戦はできぬって言うしね。じゃあとりあえずその辺のお店にでも。やだ、助けて。うわあ、なんだこいつら、やめろって。あっち行け。今の声は。行きましょう。ご飯はお預けか。餓死する前に何とかしてよね。この気配、来ますよ。ここまでです。私だってこれならいけるし。耳がガンガンする。私もやれますから。気合を入れて、いざ。この力、受け取って。思いっきりいくよ。大丈夫ですか？ん？何か用？よーし！キメッキメでいこう！よっと！いいメロディー降りてきたよ。はっ！やっぱり気分いいね。芸術の都だなんて、こんな時でなければみんなで散策したいんだけどね。